福島県郡山市にあります全陽堂山本整骨院の山本と申します。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日は、ケトン体を使うことで得られるメリットについてお話していきたいと思います。糖質制限の食事をしていくことで体が、ケトン体を主なエネルギーとして、動くようになるんですけども、その際のメリットとして、朝のですね寝起きが、良くなるというのが挙げられます。あとは、体に貯蔵しておけるエネルギー量がケトン体は多いので、持久力ですね、疲れ一日の中で生活をしていく中で、疲れにくい体というのを作っていきます。そういった意味でも、糖質制限をしていくということが、体にとってですね、良い点というものの一つとして挙げられるんじゃないかなと考えております。本日も動画を最後までご覧いただき本当にありがとうございます。